ずはじめに会社紹介をお願いします。はい、承知しました。簡単に弊社のご紹介をさせていただきます。弊社はですね、HRI 株式会社という名前で、創業が2016年になります。なので今5期目の会社となっております。で、私が代表取締役を今務めさせていただいておるんですが、私が就任したのが去年の9月、2020年の9月に就任しておりまして、4期目の途中にジョインしたような形になります。で、前代表取締役に関しては今管理部門の役員を務めておりまして、私に関しては、前職は、外資系のセールスフォースという会社で、営業をやっておりました。で、弊社に関しては、8期目ですね、2023年に向けて、今上場に向けて、事業拡大、進めておりまして、ありがたいことに今年に関しては、ベストベンチャー100というのに選出をいただきまして、まあ、事業拡大をどんどん進めているような次第でございます。はい、ありがとうございます。次に今後のビジネス展開についてお聞かせください。はい、弊社がですね、2020年9月、去年ですね、下記2事業部に、展開を分けております。で、一つは HR 事業というところで、まあ、人材紹介から、人材派遣までというところを、まあ、幅広く展開をさせていただいております。で、今、弊社が全体今350名おりまして、3年後に向けては今700人まで、事業を拡大をしていくような形になっております。で、もう一つ、テック事業部に関しては、こちらは未経験から IT エンジニアを育成するというプロジェクトと、即戦力のエンジニアのための求人プラットフォーム、ジョインというのを展開しております。次ページ以降で簡単にそちらの点もご紹介できればなと思っております。で、ちょっとこちらはご紹介にはなるんですが、ちょうど先週ですね、2021年の2月10日に、このようなプレスリリースを出させていただきました。弊社のまあ、関係会社のフットボールアシストさん、写真写ってますのが、現役のプロサッカー選手の酒井宏樹さんと大津雄貴さんですね、と、コラボをしまして、スポーツ選手の、U30 のスポーツ選手のセカンドキャリアを、バックアップしていきますというのをプロジェクト、HR 事業で、キックオフをしております。でテック事業部に関しては、今、ドーンという、未経験から IT エンジニアに、成長するためのカリキュラムをオンラインスクールという形で提供しております。で、こちらは、もともと弊社の社員のみに展開をしていたんですが、こちらも2020年の9月、去年ですね、フリーミアムモデルという形で無料でサービス展開をしておりまして、誰もまあ検索をして、こちらのサービスを活用することができるような、今、状態になっております。で、もう一つ、こちらも紹介になるんですが、ここから始めるフリーランスというところで、初めてのフリーランスを希望される方の、まあ、働き方の支援ですとか、プロジェクトのご紹介というところも、去年の10月からサービスとしてリリースをさせていただいております。で、このテック事業部の先ほどのドーンとジョインに関しては、弊社のまあ注力サービスというところで、今、まあ、様々な投資フェーズにあり、サービスの拡充なども行っているようなところでございます。ありがとうございます。それでは最後になるんですけども、ウェブサミットのようなグローバルチャンスについて、まあ、こうどんどん挑戦していきたいと思うかどうかお聞かせいただければなと思います。はい、すごく挑戦したいなと思っております。現時点では弊社のサービス展開って、まあ、日本特に、1都3県に閉じているような状態なんですが、以後、まあ、日本全体に広げていきたいというところと、IT エンジニアという業務に関しては、まあ、グローバルで展開ができるものかなと思っておりますので、弊社の、ビジョンが教育で世界を幸せにというビジョンを掲げておりますので、そのビジョンにのっとってですね、グローバル展開をどんどん進めていければなと思っています。力強い言葉ありがとうございました。